本当やめて、本当やめて、本当にやめて。もう無理だ、帰ろう。無理っす。ね、どうしたの？え？どうしたの？は？どうしたの？何か言ってるんです。耳を澄ましてみると、つけてくれ、入れてくれ、ダン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 。もう俺は怖くなって、もうカーテンを閉めようかと思ったんです。でもダン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 、ちょっとダン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 、入れてくれ入れてくれ、ダン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 。もうパニックでした。とにかく逆にこれはもう開けて思い切って外を見よう、外を見たら楽になるかもしれない、そう思ってバッと席を立って、雨風が強い中ガラ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 ッと窓を開けたんです。そうするとそこには僕たちにいじめられて雨風強い中外に放り出された哲也くんがびしょびしょで立っていたんです。え、これもしかして全然最初はね、やっぱこういう導入だけどね、見てる見てる。ああ、え？うわ、今日も仕事疲れたな。え？なんか同僚から元気になる薬もらったんだよな。怖いよ。いや、ダメじゃん。怖いな、これ。一粒食ってみるか。しかも T シャツガーフィールドってのはまたやばい。あれ、ここはどこかしら。こんなところにいたのね、あなた。朝2時になりました。今日にです。今日未明、岡崎市内の閑静な住宅街の近くにある森林の中から2人の遺体が発見されました。発見された遺体は遺留品から親伊豆和子氏、そして親伊豆利光氏のものということが分かりました。2人は結婚されており、和子氏は妊娠中だったとのことです。犯人は未だに見つかっておらず、捜索が続いております。非常に痛ましい事件ですね。犯人が早く捕まることを我々も祈っております。そして今回は、このような連続死体遺棄事件が最近起きていることを受け、我々は警察署長の方にお話を伺うことにしました。それでは、お願いいたします。ああ、どうもよろしくお願いします。今日は来ていただきありがとうございます。このような死体遺棄事件をどのようにお考えですか？まあ非常にね、残虐性も高く、憤りを非常に感じております。なので、一刻も早く私の手で逮捕してみせます。怖い。
男がいるぞ。何をしてらっしゃるんですか。あ、やばいやばい。やばいやばいやばい。え、何？え、何？え、何？ヤンキーが完全顔出してたよ今。何をしてらっしゃるんですか。あ、やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。完全にやめなかったよ。車に乗り遅れると思った。マジで。あ、やめ、え、待って、来てない？あ、やばい、やばい、来てる。やばい、来てる。待って待って待って。よっしゃー、行ったぜ、これで。やばい、やばい。やっべ。はい、今日ね、廃墟に来てるんですけど、いや、マジ怖いっすわ。実際出るっていう噂で何人も死んでるような話聞くんですけど、ここをね、全くビビらずに紹介して帰ってきたいと思います。遊び知ってる？あの時の遊びがこんな悲劇を起こすなんて。なにこれ、すっげえ。怖っ。怖いよ、怖っ。あれ、あれ、何だったんだよ。みんな足がおかしくなってんだよ。ビタミン B が不足して起こる疾患かもしれないね。怖い。ご注文はいかがなさいますか？いや、まさか関係だったか。いやー、でも逆にね。クモはペーシティ用にしましたけど、トカゲはちゃんと一発ゲームを食べてくださいね。負けた人は。どのクマ？ん？どのクマ？おっと？怖い。待って。あれはジャハロスじゃないよ。ジャハロスジャハロスってなんだよ。これはジャハロスに見えるけど、ジャハロスじゃないね。なんかすごい怖い夢みたい。怖い。本当は何だろう。ここでモッハンブすると、モッハンブし始めたよ。モッハンブ、怖い怖い。ほら、パブロム。おしまい。
したの？どうしたの？怖いお話だったの。怖い。ちょっと。モフコみたいな。モフコ。ジャファロスかと思って。怖い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 。ハンブしたら。怖いだっただけだよ。不安になるすごい。ザウノムわかる怖いし。ザマンみたい。意味不明。モフコフは？モフコフって何？これこれこれ。怖い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 。めっちゃ怖い。それ何を比喩してるのそれ？この世のものに。名前も意味もあまりないんだっていう意味。どういうこと？だからお母さんにもう半分したらパブノムになっちゃう。いやー怖いそれ。